双極性障害のことを学んでいますが、辛すぎて自傷が止められません。どうしたら生産性のある行動が取れるようになれますか。生産性のある行動というののハードルを思いっきり下げてみられたらどうでしょうか。朝起きてカーテンだけが開けられたら、開けられた日だけはカレンダーに丸をつける。なるべくですね、生産的な活動というののハードルを低くしてみてください。あるいは、はい、伝え方が上手いな、そうなりたいです。なので、昔からね、伝え方が上手かったわけじゃないんですよね。伝え方はむしろすごく下手だったです。下手だったんですよ。僕、アンガーマネジメントっていうのをね、習い始めたことがある。今もまあ、習ってるんですけど、アンガーマネジメントを習うってどういう人かというと、分かりやすく言えば、自分のリクエストとか、自分の困りごとを相手に伝えたいと思った時に、怒りの感情を使って伝えるということばかりをしてる人がアンガーマネジメントが必要になるっていうことが多いんですよね。怒りの感情ばかりを使うようになってしまうと、うまくいかないことが多くなってくるので、怒りの感情を使ってはいけないと思うようになるんですよ。そもそもが怒りの感情以外の感情というのを使うことが慣れてないので、そういう人が怒りの感情だけを使わないようにしようと思うと、それ以外の感情を使わないというタイプだったわけですから、全部の感情を抑えるようになるんですよね。そうすると自分の感情をひたすら抑え込むというふうな状態になると、いわゆるその身体化されたお腹が痛いとか、気分が悪いとか、頭が痛いとか、動悸がするとか、汗いっぱいかくとか、そういうこう交感神経の緊張症状が前面に出てきたりとか、鬱っぽくなったりとかするっていうことが起こるんですよね。アンガーマネジメントっていうのは何をする技術かというと、自分の怒りの感情を大切にしましょうよと。怒りの感情を大切にするということは大切に使いましょうよということでもあります。大切に使うということは大切なことのために大切な感情を使いましょうよということでもあります。で、大切なことのために大切な怒りを使うということは、他の大切な感情を喜びとか悲しみとか楽しみとか、そういった感情も大切にしましょうよということでもあったりします。大切な感情を表現するときに、どうやったら怒りの感情というものもうまく伝えられるようになるだろうか、どうやったら自分が怒ってるということに加えて、自分が本当に言いたかったリクエストだったり、困り事だったりがうまく伝えられるようになるだろうか、ひょっとしたら怒り以外の感情も使って自分のリクエストとか困り事を伝えるようにはならないだろうか、それをやった上でもう一度怒りの感情というふうなものをうまく伝えるには、使うにはどうしたらいいだろうかっていうふうなことをぐる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 繰り返していくのがアンガーマネジメントだというふうに僕は習いましたよ。はい、ありがとうございます。アスペルガーの存在型はどう対応したらいいですか。存在型ね、いわゆるアスペルガー、まあその自閉スペクトラム症ですよね。マイペースだったりとか、想像力が働かなかったりとか、コミュニケーション上のユニークなスタイルを持ってらっしゃったりとか、こだわりが強かったりとか、感覚、一部の感覚に過敏だったり鈍感だったりするというようなタイプの方が、その持ってらっしゃるその特性に自分なりに適応しようとしてですね、いろんなこう行動様式を取る場合があって、まあ、例えばその孤立を好むような孤立型っていう風なタイプになったりとか、積極キー型といってかなり一方的にね、自分が楽しいとか面白いという風に思うようなこととかをバーッとこうまくし立てる、はい、例えばなんですけど、まあ、今時こう切手の知識を永久に語り続けるとかですね、まあ、そんなタイプになったりとかですね。存在型というのは、まあ、非常にこう偉そうで、俺が正しいんだ的なスタイルというふうなものを身につけてしまった方に関して言うことが多いと思うんですけど、まず基本的な理解というのは、非常にですね、ご自身というのが持ってらっしゃる特性というふうなもので、それなりに苦労してたりとかすることが多かったりとかして、それに適応しようとして、まあ、今のような、まあ、一見すると非常に存在、偉そうに見えるような対応を取ってるんだというふうに理解した方がいいかなというふうに思います。その内面的な部分というのはかなりこう傷つきやすかったりとかするということが多かったりはするので、その方にですね、例えばこう正論であなたのそういう態度は間違ってるっていうふうなことをダイレクトにお伝えしたりとかするとですね、自分の身を守るために余計にこう存在な態度とか攻撃的な態度を取っちゃうっていうふうなことが起こったりするんですよね。まあ、なので相手がこうヒートアップしてこう自分の正論を、まあ、自分なりのね正論をまくし立ててらっしゃる時とかっていうのは、もうあえて邪魔はせずにですね、まあ、あまりこう真面目に聞かずにこう右から左に通り過ぎさせるということをやっておかれて、相槌だけは上手にしておかれるというふうなことがおすすめかなというふうに思います。
あとは基本的にはこう自分を守るためのスタイルだったりすることが多いので、まあ、やっぱりどう言ったらいいですかね、その方自身が困ってそうに見えることというのを、こんな言い方はあれなんですけど、少しうまくお手伝いさせてもらってる的なですね、まあ、そういうスタンスを取ることができるようであれば、実はそういう普通なスタンスを取ってくださる方に対しては言葉には出せないですが、相変わらず偉そうですけれども、まあ、それなりにね、頼ってたりとか、まあ、それなりにね、感謝してたりとかするというふうなことが結構あったりするのでね、まあ、基本は、いわゆるその自閉スペクトラムの特性を持ってらっしゃる方とうまく付き合っていくのはですね、うまく付き合っていくためには、その方を立てるというふうな姿勢というのは、なるべく崩さずにいくというのが、まあ、比較的ね、うまくいきやすいのではないかなという気はしますね。とは言いながら、付き合いきれなかったら距離を置くというのはね、結構、まあ、大事な、やり方かもしれないなというふうに思いますね。まあこういう、まあいわゆる尊大型の方とかね、そういうふうなこうパートナーとかにどういうふうに接していったらいいかわからなくなって混乱したりとか、適応障害みたいなものを起こしてしまう方のことをいわゆるカサンドラ症候群というふうに呼んだりもしますよね。はい、ありがとうございます。初見雅彦の動画。いろいろなチャンネルで双極性障害のことを学んでいますが、辛すぎて自傷が止められません。生産性のある行動とかをするようにと他のチャンネルでは言っていますが、どうしたら生産性のある行動が取れるようになれますか？自身では今は気力も湧かなくて、ただただ時間が流れ傷が増えていく一方です。なるほど。ね、まずですね、生産性のある行動というののハードルを思いっきり下げてみられたらどうでしょうか。例えばなんて、ダメだったらダメでいいと思うんですが、自傷が増えているという状態であれば、自傷をしたらとりあえず自傷の記録だけでもつけておくと。実はこれかなり生産的な行動です。自傷をやめるためにもとても意味のある行動です。まあ、一つなんですよ。でもこれが、とてもなんか自分のことを、自分の嫌な面を見させられるようで、辛いという方もおられるかもしれないので、であれば、別のハードルの低いことを考えてもよいかもしれません。まあ、例えばなんですけど、朝起きたらとりあえず、カーテンだけでも開けるですね。カーテンだけでも開ける。これも悪いことではないと思います。あとは、朝起きてカーテンだけが開けられたら、開けられた日だけはカレンダーに丸をつける。開けられない日があってもいいと思うんですね。でも、開けられた日があればカレンダーに丸をつける。丸をつけて、まあ、できたら花丸ぐらいつけてもいいですよ。まあ、その程度でいいんじゃないですか。なるべくですね、生産的な活動というののハードルを低くしてみてください。あるいは、その日一日一回でもいいので歯磨きをする。はい。そう決めておいて、できたら丸をする。これぐらいで十分じゃないですか。はい。それが実はね、何もできずに、自傷しかできないよっていうふうに感じてらっしゃる方にできるレベルの、ちょうどいいぐらいの生産性のある活動ではないかなという気がしますね。はい。思いっきりハードルを下げてください。ありがとうございます。ストレスをためやすいですと。エクスプレッシブライティングは効果ありますか？ネガティブは何度も書くと逆効果だから書いたら捨てるという方も見えるんですが、何度も書いてはダメですか？一日のいつでも書いていいですか？効果があるやり方を教えてください。はい。エクスプレッシブライティングっていうんですね。僕モーニングページとか言いますけどね。考え方はいろいろありまして、愚痴は言えば言うほど自分が聞くという話も確かにあるのはあるのでね。それなりの多分節度は持った方がいいと思います。要はこれね、傾聴してもらってるのと似たような効果があるわけですよ。自分が感じてるような弱音とか愚痴とかを言うというのには、まあそれなりのこう、なんとか浄化作用みたいなものはあるわけですけど、述べつまくなしにそういう時間というのを取りまくるということをすると、まあ逆にその行動自体にあまりにもこう依存しすぎてしまったりとか、逆にね、その、表現したこと自体が自分でこうもう一度自分に対して返ってくるっていうふうなこともリスクとしてはあり得ると思うので、僕自身がお勧めしているやり方というのは、なるべくこう時間を決めておく。10分なら10分、15分なら15分と時間を決めたりとか、まあ自己啓発本なんですけど、モーニングページっていうのを、とやりたかったことをやりなさいっていう本だったかな、見たことがあるんですけど、まあその本だったら3ページですね。ノートに3ページ分だけ書いたらやめると。というふうな形で、それなりにね、決められた枠の中で自己表現をするというふうなことは心がけておかれても良いのではないかなという気はしますね。
僕自身は最近はそういうこう、エクスプレッシブライティングというか、モーニングページというのは、時々しかやらなくなりましたね。昔はね、結構毎日やってることがあって、その時は随分救われた時期もありましたよ。はい、ありがとうございます。初見正彦の動画。私は双極性障害2型でラピッドサイクラーですと、発症してから20年経ちますと、最近はうつの症状が2ヶ月に1度ぐらいの頻度で出てしまい、家事もできず寝たきりが辛いです。薬物療法以外も考えた方が良いのでしょうか。主治医もなぜ良くならないのか困っているように思います。なるほど。薬物療法以外は当然考えた方が良いとは思いますよ。薬物療法以外のことをしていないというのもむしろちょっと、主治医の先生、薬物療法以外のことちゃんと知らされてるはずじゃないかと思うんですけど、まあ、最低限やった方がいいことというのはスケジューリングです。スケジューリング、1日5ポイントですね。5ポイント5ポイント決められれば言うことはありません。時間を決めるということですね。朝起きる時間、外出する時間、人と会う時間、夕食の時間、寝る時間ですね。はい。これ5ポイント決められたら双極性障害はほぼ寛解します。なので、5ポイントは決められませんけれども、どれか一つで構わないです。例えば、晩ご飯の時間ね。晩ご飯の時間だけ何時にするって決めてみて、それを記録するっていうことが、もしね、やれそうだったら一回やってみられると良いと思いますね。あと、バカバカしい話ですけども、気分というのをきちんと記録するようにするですね。アプリなんかで顔のマークがついた、つけられるようなアプリがあったりしますし、患者さんの中には、丸×三角の3段階とか、丸×三角二重丸みたいなね、4段階とか、それに花丸までつけた、これ要するに軽装状態ですけどね、そこまでつけた状態とかっていうふうに5段階とかで気分を分けて記録するとかね、そういう自分の状態をモニタリングしておくっていうことができると、それだけでも非薬物療法にちゃんとなりますので、そういったことを記録をしてみられたりとかして、で、主治医の先生とご相談していかれるというふうなやり方をしていくっていうのはすごくいいことではないかなと思いますよ。あと、薬物療法的にはリチウムとかを飲んでらっしゃったり、バルプロ酸、デパケンとかを飲んでらっしゃったりとかする方であれば、血中濃度をちゃんと測るようにしていくと、まあやってらっしゃるかなとは思うんですけど、有効な血中濃度に入っているかどうか。あと、リチウムを飲んでらっしゃる方であれば、甲状腺機能っていうのを測ってみられて、甲状腺機能の低下が時々あるので、甲状腺機能が低下している状態であれば、一応ね、やっぱり甲状腺の病気そのものをチェックすることも大事なんですけど、リチウムによって甲状腺機能低下を起こす場合があって、その場合にラピッドサイクラーになりやすいと。急速抗体型ですよね。1年に4回以上、不相当うつを繰り返すというパターンになりやすいということが言われているので、こういうふうなことをチェックしてみられるということはすごく大事かなと思います。